はいどうも皆さんこんにちは、八橋マロンです。皆さんは絵描くのって好きですか？私結構好きでたまに絵描いたりするんですけど、最近描いたのがこういう感じの絵なんですけど、まあこんなもんかっていう感じのクオリティなんですけど、この絵を描くのに結構時間がかかってて、これね、ラフを描くのに2時間かかって、その後これを線に起こすのに、線画にするのに2時間で、その後最後に色塗りをするのに4時間かかって、合計224の8時間もかかってるんですね。私程度のこの画力だと8時間かけてまあこの絵が出来上がるっていう感じなんですけど、最近 AI っていろんなところで流行ってて、まあいろんな分野にね使われてるじゃないですか。今日は AI を使って絵を描いていきたいと思います。AI の補助を使うことによって8時間かかってたのがめちゃくちゃ早くなって、しかもクオリティも断然アップして完成させることができます。先に結果だけ出しておきますね。この絵がこんな風になって、で8時間かかったのがなんとたったの半分になります。今回使うのはラフスケッチシンプリフィケーションっていうサイトとスタイル2ペイントっていうのを使っていきます。それじゃあ早速やっていきましょう。はい、それでは早速やっていきます。まず最初は、ラフスケッチシンプリフィケーションっていうサイトを使います。このサイトに、アクセスして、こういうふうに説明が書いてあるんですけど、このサイトはあのラフの絵を、AI を使って、線画に変えてくれるというサイトです。はい、で真ん中の方、点線の囲ってあるところがあるんですけど、ここのところにファイルを選択っていうのがあるんで、自分で描いたラフの絵を選択しましょう。で使用モデルが V3、V4 ってあるんですけど、まあどちらも好きな方を、試していただいて、そこは V4 を使ってみますけど、線の強弱を、まあ、強い弱いと、適当に選んで、線画家のボタンをポチッと押すだけで、まあ、ものの数秒でね、左の入れたラフの絵が、右の線画になって返ってくるということで、これをじゃあ右クリックして保存したら、もう線画家は完了ということになります。手作業でですね、2時間かけてやった線画なんですけど、AI を使えば、ものの数秒で完了してしまうというところで、ものすごくこれは便利じゃないかなと思います。手で全部起こすよりも一旦、AI でこっちに線画に変えてから、自分で修正するっていう方が、まあ、はるかに早いかなというふうな気がします。ということで、線画にする過程は、これで終わりということで、ラフスケッチシンプリフィケーションでした。はい、そしたらお次はですね、線画に色をつけていくスタイル2ペイントっていうのを使っていきます。今ねこのスタイル2ペイントを、起動しているところの画面なんですけど、まあいろいろとね怪しげなコマンドが走っていますが、まあしばらく待ちます。スタイルズペイントの起動は完了したので開いてますけど、こういう画面が出てきます。ペイントトランスファーということでね、まあ、ゲットスタートしてみると、ここにねサンプルがたくさん出てくるので、まあどういう風な結果が出てきたやつがあるかっていうのはここを見てもらえばいいんですけど、例えばこれね適当に選択してみましょう。こんな風になってます。で、左の方にね線画が入ります。でこれに色を置いていって、右の方になるよという感じですね。じゃ実際に使っていきましょう。左下にね線画選択っていうのがあるんで、線画選択していきます。さっきダウンロードしたやつをね選択をしましょう。で少し待って、準備中ですね。ちょっと待って、はい、そしたら、まずは何もしない状態でこの矢印を押します。これ左の矢印と、右の矢印と両方あるんですけど、まあどちらでもあの結果同じですんで、どっちでも好きな方を押して、何もしない状態で、まあ、自動着色というのをさせてみます。はい、こんな風に色が塗れました。何もしない状態で AI に自動で認識させると、こういう風な右のような配色になってくれます。多分あれですかね、金髪がデフォルトなんですかね。で、まあ、体の部分は一応肌だと認識したみたいで、ここ服があるんですけど、まあ、それも肌だと認識されてこういう風に塗られています。でここに色を置いていくんですけど、色がですねここのところで選択をする形になってるんですが、そうだな、例えばこのピンクのところでクリックすると色がピンクが選択されたことになります。
上の絵の中で色をピックすることもできます。例えばこの肌の色をピックすると、ここが肌色に変わります。金髪のところにピックすると金髪のところに変わりますというふうにして色をピックしていくんですが、一応ね、参照することが、他の画像を参照することができまして、左下の線画選択の下ですね、参照選択っていうのを押してもらって、例えば私だと 3D モデルがあるので、その 3D モデルをね、選択するとこういうふうに出てきます。で、この絵を参考にして色をピックしていくといいかなというふうに思います。私だとこの髪の毛のピンクを押して、まずは色を置いていくんですが、色の置き方2つありまして、カラーロケーターっていうのとカラーポイントっていうのがあります。まずはカラーロケーター、これで大きく色を置くっていう感じなんですけど、まずは髪の毛のところにピンクをポチッと押してみます。大きい円ができましたね。はい、次は、そうだな、肌の色ですね。この辺の色が欲しいな。ピックして、腕足と置いてみましょう。で、ズボンですね。ズボンの色を、まあ、この辺の灰色もらおうかな。ズボンの色をポチッと押して、こんぐらいで、真ん中の画面で言うと、大きいね、四角形だったり、五角形だったり、六角形だったりとか、そういう風なね、図形が表示されますんで、こういう大きいのができるように、なんとなく色を配置しましょう。はい、一回この状態で、押してみましょう。矢印を押すと、これでまた自動着色がされます。まあ、少々時間待ちまして。はい、結果が出ました。右の風味な感じで、まず髪の毛はね、ちゃんとピンクになってますね。で、ズボンがあまり反映されてないけれど、肌の色はこういう風になっています。はい、そしたら今度はカラーポイントっていうのを使っていきます。左下のね、カラーロケーターの隣にあるカラーポイントを使っていきます。じゃあ、まずはですね、インナーですね。インナーが黒なので、黒をピックして、この辺にポチッと押し、一個置きます。で、なんとなくこの線画で囲われている区画を一つとして認識して色を置いてくれるみたいなんで、例えばこのインナーだと、ここにポチッと一つ押すと、まあ、大まかな部分が塗られてくれます。で、この辺がちょっと線で区切られているので、まあ、この辺も黒を置いてみましょう。で、ズボンですね。ズボンも色をピックして、この辺にポンと置いてある。でポケットのところも、まあ、離れてるんで置いてみるというふうにして、いきます。これで、一旦ビルド。あ、いや、歯ですね。歯が、そうだ。口の中だと認識されて赤になってるんですけど、これは、歯なので白にしましょう。白ポチポチと置いていきます。で、目がちょっと怖いので、目はですね、線画の時点であまり、詳細に書かれてないので、こういう風になっちゃってるんですけど、ここはじゃあ、後で修正するように、白にしておきましょうか。はい。で、これでもう一回ポチッとしましょう。はい。ということで、やってみると、こんな風に、インナーがね、黒にちゃんと反映されて、ズボンも白で反映されて、歯と目もね、反映されているということが分かります。ちょっと首元が暗すぎるんで、ここはちょっと色を変えましょう。色を消したいときは、カラー消しゴムっていうのを使います。カラーロケーターカラーポイントの隣にあるこのカラー消しゴムを、押して、さっき置いた首元の黒ですね、これを選択してポチポチと消していきましょう。で、代わりに置くのはだな、この右の絵のこの首元のあたりのこの灰色のこの辺の色を置くといいかな。カラーポイントを選択して、この辺ですね、ポチポチと押してみましょう。で、この辺もね、灰色で置いてあげて、髪の毛のピンクですね、ここの束もピンクにしたいと、という感じでこれで押して、はい、そしたらこんな風にして、およそ色が塗り終わりました。色を置いたのはね、左の、このぐらいの感じを置きまして、最終結果が今右の方になっています。でね、首元のところとか、何回も調整してもあまりうまくいかないような、ところなんかは、後で自分でね、調整するのが、いいと思います。自力で色を塗ってあげるのがいいと思います。で、今回ですね、目とか、あとこの首元、あとは、ここですね、お団子の部分なんかは、自分で後で、上から塗りつぶすという風に、しようと思っています。じゃあ、できたら、右上のダウンロードのところを押して、これで、右クリックでダウンロードをしましょう。はい、じゃあ、ここまで、わずか30分かからないくらいで、完了してますんで、
AI を使って色塗りの補助をすると、まあ、数時間かかってたやつが、まあ、たったの30分で終わりと、あとは自分の力で修正しましょうというところまで持っていけるという感じですね。はい、他にももうちょっと機能があるので少し紹介しておきます。真ん中のところにね、フック強調っていうのがあるんですね。これチェックを入れて、今黒が選択されてるんですけど、まあこれ自由に色変えられるんですけど、とりあえず今ね、この黒でやってみましょうか。これでもう一回、矢印をポチッと押してみます。そうすると、黒の色が強調されたような、色使いになります。ね、見てもらった通り、黒のね、線のとことか、あとこのねインナーの部分が強調された、パリッとした絵柄になりますね。で、色をこの辺からピックして、例えば肌のこの感じの色を強調したときは、今肌の色が選択された状態で色変更ってポチッと押すと、この副強調の色が変わりますので、これでもう一回押してみるとまた絵柄が変わります。肌の色とかそういう明るい系の色を選択すると、まあ、そこの辺が強調されて、こういう感じの淡い感じというか、光が漏れたような、感じの色使いになります。なのでこういうフック強調っていうのが機能があります。あとですね、ここにスタイル比っていうのがあるんですね。スタイル比っていうのは、参照選択で選択したこの画像ですね。私だと 3D モデルのこの画像なんですけど、この画像の要素を取り入れますか取り入れませんかっていうところで、例えばある程度取り入れてみると、真ん中のところにね、こういうふうに周りに表示されるんですけど、この状態で3個押すと、なんとなくなんですけど、この参照した画像の、まあ、色配色というか、そういうのを、取り入れてくれます。ね、まあ、髪の毛のピンクだったりとかをなんとなくこう取り入れた感じにしてくれるので、一番最初で、ね、何もしない時に矢印を押したら金髪になっちゃったんですけど、これを使うと、まあ、ある程度なんとなくこう認識して、参照したい絵の色を取り入れてくれるっていう感じの、スタイル比っていう機能ですね。で、その上、線画着色レンダリングカラー再描画ってあって、線画着色を今やってるんですけど、今この状態で、線画をね着色してるんでこれは問題ないんですけど、レンダリングカラー再描画って何かっていうと、これね線画じゃなくてカラーの写真とかカラーの絵をね取り入れることができます。例えば線画選択の時に線画じゃなくてすでに塗ったやつを選択してみましょう。こういうふうに白黒に変換されます。白黒に変換された状態でこれに色をのせたいっていう場合はレンダリングっていうのを押してください。でこれで色を置いてまた三角を押すと、綺麗に色がのります。でこれを一回線画に変えてもう一回やりたいという場合はカラー再描画っていうのを押してください。そうすると白黒がね、線画に変わりますっていうので、線画着色、レンダリング、カラー再描画っていう3つの機能でした。基本的にね、自分で新しい絵を作るときは線画着色で問題ないので、それでやってください。はい、ということで、以上、スタイル2ペイントの使い方でした。この後、出来上がったこの絵をね、自分で調整して、完成させていきましょう。はい、ということで、この後、自力で修正をして、この絵が完成しました。今回のまとめ画像はこちらになります。自力でやったら8時間かかったけど AI を使ったら4時間で済んだ、しかもクオリティもアップしたよっていう動画でした。チャンネル登録、Twitter フォローもよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。